資源に恵まれた熊本、海と日本プロジェクト in 熊本では県内の海の魅力を皆さんにお届けします。今回は熊本県最大の漁港をご紹介。私がいる場所はたくさんの魚が水揚げされる牛深漁港。今日はどんな魚が獲れたんでしょうね。牛深の海は水産資源が豊富で、水揚げされる魚介の種類も多く、味の良さには定評があります。この日はキビナゴが大量に水揚げされていました。そうですね、天草灘に揉まれた、もう本当美味しいな魚が大変豊富で、もう漁師さんも一生懸命取ってきてますんで美味しいと思います。牛深の海は良かですよ。牛深で獲れたて新鮮な魚が味わえるのはこちら、牛深海菜館です。こちらは特産品の販売や魚のレストラン、生けす広場、漁業の歴史資料館など内容も盛りだくさんの施設なんです。今生けすで揚げたばかりの伊勢海老です。早速いただきます。おいしい。牛深で食べる伊勢海老は違いますね。豊かな漁場である牛深、毎日たくさんの魚が水揚げされ町に活気が満ちています。素晴らしい海と暮らす皆さんの笑顔がとても印象的な夏の一日でした。綺麗な海と水に恵まれた熊本牛深、皆さんも新鮮で美味しいお魚を牛深でお試しください。熊本市内から高速道路を使えば車でおよそ3時間20分。皆さんもぜひ牛深へお越しください。海と日本。